こんにちは、お元気ですか。差し上げております。この小冊子はあなたの人生に希望を与える。どんな過去があろうとも、またどのような状況にあなたが生きておようと、Yes, I need Yes, I need Yes, 様、あなたを愛しています。あなたが誰であろうと、どういう過去があっても、あなたを救い、あなたを支える、あなたと共にいる、そのようなグッドニュースを本日皆様にお届けしたいと思っております。ジーザスは100匹の羊、99匹は迷っていない。じゃあ99匹いればいいじゃないか。でも1匹が迷った、その1匹を探している、その1匹はあなた。本日あなたも探しているジーザス、迷子の羊のようにさまよっている。どこから来たのか、何をして生きたらいいのか、どこへ向かって生きたらいいのか、それを知らず生きている、さまよっているあなたに、イエス様は呼びかけている。疲れているなら私のもとへ来なさい、疲れているなら私のもとへ来なさい。本日7月30日土曜丑の日、夏の土曜丑の日、まあ今日うなぎを食べるとよし、まあ滋養競争、体が元気になりますよ、疲れ癒されますよ。土曜丑の日、体もでも心も大切だ。皆さん、その心に元気を与える、まあ、その第一歩としてこの小冊子をプレゼントしています。ぜひ読んでみてください。その小冊子を通してあなたのハートの中にジーザスを受け入れ、そして救いを受け取っていただきたいと、そう思っております。神、あなたを愛しています。群衆を見たキリストは羊飼いのいない羊のようにさまよっているその姿を見て心を痛めました。本日私たちを見て神は羊飼いのいない羊のように迷っている、そういう姿を見て心を痛めています。ジーザスのもとに帰ってきませんか。神はあなたを愛している。イエス・キリストはあなたを愛しています。そしてあなたを探して、あなたを支え、あなたを救うことができる、あなたを作ってくれた、そういう神様がいる。皆さん、そうなんです。私たちは生きてるんじゃない、生かされているんだ。皆さん、そういうメッセージ聞いたことありますか。人は偶然に生まれて自分の力で生きていかなきゃいけないと考えている人もいれば、人は神によって作られ、そして生かされている、愛されている、その神と共に生きていこう、まあ、そういうメッセージもあるんですね。皆さん、命の起源、命はどこから来ただろうか。それは2つしかないんです、種類は。1つは偶然なのか、1つは誰かがあなたを作ったのか、1つは進化論なのか、1つは神があなたを創造したのか。本日同じ土俵に、進化論とともに聖書が語る神があなたを作ったという、そのメッセージを受け止めていただきたい、そのように思います。神の一人子イエス・キリスト、この方はあなたを愛しておられます。ジーザス・ラブス・ユー、エンソドアイ、ガプレスユー。神はその一人子をくださったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者一人も滅びないで永遠の命を得るため。本日このグッドニュースを皆さんにぜひお知らせしたいのです。聖書一遍に開くと、初めに神が天と地を作られたっていうんですね。目に見える全てのもの、この宇宙、地球、この環境、そして私たち、それは神によって創造された。皆さん、偶然だとかね、自然に無から有が作られるってことないんですよね。ありがとうございます。無から有はできないんです。いや、皆さんが使ってる携帯だってね、偶然にできたなんてもんじゃないでしょ。私たち人間が
偶然に存在してる、そう考える人もいる。でもその証拠はないということをまず皆さんにお知らせしたいと思います。そしてザ・バイブル聖書は神が人間を作った、はっきりそれを書いている。その聖書というのは世界のベストセラーでありギネスブックにも載るほど本の中で最も読まれ、そして人々の人生を変えてきた、そういう書物です。大久保の皆さん、もしあなたが世界のベストセラーである聖書を読んだことないなら一度読んでみてください。まあ、その上でね、皆さんあなたがそれに対してどう思うか考えて結論を出されて遅くありません。世界のベストセラーなんですよ、聖書って。その聖書を読まずして世界を知ることはできない。その聖書を読まずして人間や命を知ることができない。こんにちは、ありがとう、お母様ありがとうございます。そういうメッセージを皆さんに伝えて考えてもらいたい。まあ、学生たちは夏休みですよね。夏休み遊んで、そして終わった宿題を、まあ、そういうためではなくてね、やっぱり夏休みっていうのは何かね、考え、何かを学ぶことをしてもらえたら幸いです。 Jesus loves you. Yes, I need. Yes, me. 感謝のサラムだ。こんにちは。はい、ありがとう。ありがとうございます。ジーザスなんですよ。愛されてます。こんにちは。お子様の皆さん、お元気ですか？素敵な皆様に最高のメッセージをお伝えしたいと思います。ギリシャ語でユーアンゲリオン、エヴァンゲリオンって何だか知ってますか？グッドニュースのことなんですね。うまい話ですよ、うまい話。皆さん、そういううまい話っていうのはね、昔からね、裏がある、罠がある、そんな話ない、そういうのが相場ですよね。まあ、眉唾というかね、そんなね、うまい話、世の中にはない。それが常識です。でも、たった一つ聖書は、うまい話、グッドニュース、ユーアンゲリオンっていうものを語るんですよ。聖書が語るユーアンゲリオン、それは、ジーザスが私とあなたの罪のために十字架にかかって死なれた。ジーザスは墓に葬られた。こんにちは。まあ、はるかにジーザス。ジーザスラブスユー。イエス・アイ・ニー。ジーザスラブスユー。墓に葬られ、ジーザスは復活した。皆さん、これを信じるだけで救われるっていうのがね、グッドニュースなんです。皆さん、ユーアンゲリオン、エヴァンゲリオン、聖書は私たちにとってのグッドニュースをそのように語るんです。なぜグッドニュースが必要か。人は生きているだけでつらい、猛烈につらい。私たちは生老病死宿泊、つまり私たちが生きているだけでつらいですけれど、人間がつらい、まずは生きる苦しみがある。競争社会の中で生きることが大変だ。生老老いる、年取る。今お兄さんたちね、若いですけれど、みんな年取っておじいちゃんおばあちゃんになっていきます。老いる苦しみがある。そして病気になる苦しみ、病気になったら今までやってたこと、やりたことができなくなる。でもそんな私たちに、私たちは愛されているということをぜひお知らせしたいと思います。 God loves you. ナマステ。イエス様、あなたを愛しています。本日皆様に神の一人子ジーザス、人となった神イエスキリストという方をあなたにご紹介したいと思います。ザ・バイブルの中にこう書かれています。神は実にその一人をくださったものにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないです、永遠の命を得るためです。皆さん、これはイエス・キリストが十字架で死なれたというのは、信じる者が一人も滅びないです。
永遠の命を得てほしい。神の心、神のハートは信じる人が一人も滅びないで永遠の命を得てほしい。皆さん、大久保の皆さん、そう、あなたが滅びるんではなくて永遠の命を得て天国に一緒に行ってほしい。皆さん、ジーザスはね、そのように私たちに語るんですね。人は神の愛の呼びかけ、招きに振り払うかのように神に背を向け、そして滅びに向かって急いでいます。本日、滅びに向かって、崖に向かって走ってるような私たちに、本日神は呼びかけている。ありがとうございます。私のもとへ来なさい。神はそう呼びかけている。あなたに、あなたに、こんにちは。暑い一日でしたね。皆さんに元気が与えられますように。大家好、イエス愛に、イエス様、あなたを愛しています。こんにちは、お元気ですか。この小冊子、そこに人が愛を受けるための道筋、道が書かれているのです。まず、人が愛を受け取るために通る道、一つ目は孤独です。人は一人ぼっちで生きている孤独を感じる。その孤独こそが一つの大きな問題ではないでしょうか。物理的な孤独というのもあります。一人暮らしをし、そして孤独死をしていく、それは寂しいことだ。でも、そういう孤独死、孤独、物理的なものだけではなくて、人と一緒にいるのに、人がたくさんいるのに孤独を感じる、寂しい、そういう人がいる。それは人生の本当を知っている人、感じ始めている人。皆さん、自分を作ってくれた神を知らず、ありがとうございます。神から離れている状態、それを罪と言います。その状態こそ人が本当の意味の孤独を経験している状態なのです。だから、孤独を感じるってことは、その人は健康であり、感じなければいけないそういう痛みを感じている。皆さん、孤独に対して神はこう言われます。私はあなたと共にいる。私はあなたと共にいる。孤独に対する答えであります。神があなたと共にいる。恐れるな。私はあなたと共にいる。大丈夫だ。この世の中生きていて悩みがある、苦しみがある、しかし私があなたを助けるよ、そう言われる神がおられる。そのことを皆さんにお伝えいたします。もしあなたが孤独を感じているならば、今日神の招きをあなたはそばで聞いている人かもしれない。二つ目、心の傷、心の苦しみ、痛み、まあ、これこそは私たち人生生きていて必ず経験することです。なぜ恐れがあるのか、なぜ苦しみがあるのか、それは人間関係が必ず私たちに悩みやさまざまな問題をもたらすからです。心の傷を、ビー玉がコロ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 どこまでも転がっていって傷つくように、コロ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 転がる心、私たちはそういう傷つきやすい心を持っている。でも、そんな私たち、ジーザスはその心の傷を癒し、あなたを慰めてくださると、そう教えるんです。本日、皆さん、心に傷があるならば、ジーザスのもとへ来てください。疲れた人、重荷を負っている人、私のもとへ来なさい。私があなたを休ませてあげよう。そして3つ目、病気。もしあなたの体に病気があるならば、神のもとへ来てください。神はあなたの病気を癒す。私は神であって、あなたを癒すものです。信仰による祈りはやめるものを救い、主はその人を立ち上がらせてください。もし病気があるなら、神のもとへ来て、その病気を癒され、健康になって、そして
神と共に歩んでいってください。皆さん、つまり病気があるってことはマイナスのようですけれども、その病気を通して神と出会うことができるならば、それは皆さん、そうであるなら病気がね、プラスに変わるんです。マイナスがプラスに変わる、そんなバカなんです。皆さん、今あなたが苦しんでいて寂しい思いをしていたとしても、その出来事を通してあなたがもし神と出会うなら、マイナスと思ってたことがプラスに変わるんです。ザ・バイブル、聖書を語ります。そのマイナスはプラスになるって書いてはないですけれど、神を愛する者、すなわち神のご計画に従って召された者と神は共に働いて万事を益としてください。まあ、つまり私たちの人生にはマイナスもある、プラスもある、マイナスもある、プラスもある、マイナスとプラスが混在してますよね。それらを全部ミックスして神は大きなプラスに変えてください。皆さん、それが神の愛である。ラジオカオ、ラジオカオ、イエス愛に、イエス愛に、ジーザスラブスよ、ジーザスラブスよ、イエスに対してのサラマンダ、イエスに対してのサラマンダ、イエスキリストはあなたを愛しています。本日大久保の皆様に、皆さん、この孤独、心の傷、病気という、これらの入り口がもしあなたの今の状態であるならば、あなたは神と出会うことができる。私たちはともすると心満たされ満腹状態にある。でも本当は私たちは心乾き、心の中に隙間がある、孤独を感じているではないでしょうか。本当は私たちには神様でなければ埋めることができない隙間がある。そこに孤独を感じ、寂しさを感じ、そこに辛さを感じる。それを人やお金や移り変わりゆくもので満たすのではなく、変わらない愛、変わらない神の愛、それで満たしていきませんか。本日あなたにこのグッドニュースをお届けしたいと思います。こんにちは、元気ですか。神は愛です。 God is love。 神はあなたを愛して、イエス・キリストはあなたを愛してます。ジーザス・ラブスよ、イエス愛に、イエスに感謝のサラミだ。イエス・キリストはあなたを愛している。大久保の皆さん、このグッドニュースを、いや当然よ、当たり前よっていうんではない、そういう反応ではないはずなんです。つまりイエス・キリストの私を愛してるっていうのは、罪があるまんま愛されてる、そんなことあっていいのか。あっていけない。イエス・キリストが私たちの罪を許すために十字架で死なれた、そこには犠牲的な愛があったのです。犠牲が伴う愛、言葉だけの愛ではない。ジーザスは十字架にかかって死なれた。それは私たちの罪を取り除き許すためだ。イエス・キリストは墓に葬られた、死んで墓に葬られた。キリストは私たちを救うために死なれたんだ。人間となって人間の肉体、死を経験した、そして黄泉に下ったんだ。でもその死のどん底からジーザスは復活した。皆さん、タジャハオ、イエス愛に、シャンシーエス。大久保の皆さん、こんにちは、こんばんは。あなたは愛されて、その一人もくださったほどに愛されて、その愛のグッドニュースを皆さんに知っていただきたい。本日大久保の皆さんにこのグッドニュースをお知らせしたいのです。本日7月30日土用丑の日、まあ、夏の土用丑、うなぎを食べる、まあ、おそらくね、
うなぎ屋さん人気がある、そしてうなぎ弁当高いかもしれない。でも何も今日この日に食べなくてもね、このシーズンに食べてください。体に元気が与えられますよ。いや、冷たいドリンクも良さそうですね。タピオカミルクでしょ。人がタピオカミルクもいいけれど、タピオカミルクだけでは生きられない。神の言葉、神からのラブレター、聖書の言葉が必要だ。神、あなたを愛している。神の愛はグッドニュースとして現れている。でもそれは罪の指摘なしに何でもいいよという愛ではない。私たちの罪を示し、その罪があるにもかかわらずその罪を許し、私たちを救われるという神の愛があるのです。お子供の皆さん、この神の愛、変わることのない神の愛、皆さん、それがこの地上に現れたのです。2023年前、クリスマスの出来事、イエス・キリストがこの地上に生まれ、私たちを救うために神が人間の姿になってこの地上に誕生されました。神、あなたを愛している。こんにちは、お元気ですか。ジーザスラブス、イエスに感じぬさらみだ、イエス愛に。お子供の皆さん、愛されています。ありがとうございます。お子供のあなたに命を捨てた愛、命がけの愛、この愛をお届けしたいのです。こんにちは、お元気ですか。暑い一日でしたけれど、夜になって涼しくなる。神様は私たちが退屈しないように、一日であってもこういうふうに朝昼晩がある。夜寝るために暗くなる、昼間よりかは涼しくなる。こんにちは、お元気ですか。ジーザスラブスユー and so do I。 God bless you。 大久保の皆様、神の愛があなたに注がれています。夜間に汗を、イエスに対しのサラミだ。こんにちは、イエス様、あなたを愛しています。ダジャーコー、イエス愛に、ボイエ愛に、シャンシーイエス、イエス愛に。こんにちは、お元気ですか。扇風機涼しいですか。よかったイエス様があなたを愛してます。お子供の皆様に、神の一人子イエス・キリスト、クリスマスに誕生した2023年前この世に来られたキリストが何をしてくれたのか。十字架にかかって死なれた。あなたの苦しみ、身代わりになって死なれ、キリストは死んだだけじゃない、墓に葬られた。キリストには墓があるんです。皆さん、単なるおとぎ話や作り話じゃない。キリストは人間となって歴史の中に来られた、確かなことなんです。聖書以外の文献にもキリストがこの地上に来られたこと、確かにその出来事が書かれています。本日皆様に、この神の愛が今も変わらず注がれていくことをお知らせし、イエス・キリストがあなたを愛していることをお知らせいたします。聖書は神の愛を語ります。で、その神の愛はあなたに向けられている。今のままのあなたに向けられている。そう聞いて人はまともに信じることが難しいかもしれない。なぜなら自分で自分をも好きになれない、そんな自分を神は愛しているのか。そうなんです、神はあなたを愛している。皆さん、この聖書の確かなメッセージを信じることから、人はその人生が確かなものになっていく。自己肯定感持てない人はいます。自分を好きになれないんです。昨年令和4年、自殺者日本2万1000人超えた。少なくとも自殺した人は幸せではなかったはずです。残念ながら自分で自分の命を殺めてしまう、そういう人たちがいる。
なぜそういうことが起こるのか。少なくとも神があなたを、私を愛してくださっている、その神の愛がもし知っていたなら、それを味わっていたなら、行きたいと思ったはずだと思います。本日皆様に、あなたは愛されている、あなたを生かす、あなたに元気を与える、永遠の命を与える神の愛をあなたにご紹介いたします。第一番目、神はあなたを作り、あなたを愛している。あなたを作り、あなたを愛している。ところが、最初に作られたアダムという先祖は神を捨てた。それが罪だったんですね。神を捨てたんです。残念ながら神との関係を切ったことで、人は死に、人は不幸になり、人は悲しくなり、人は争い、貧しくなり、人は病気になり、不幸になっていった。皆さん、それは神との関係を切ったからです。残念です。人が神と離れ、神を信じない状態で生きている、これ以上の損失はありません。最大の損失を皆さんご存知ですか。だから今日、それに対して新たな一歩を踏み出してください。そのことをね、その事実を知らず生きている、それが人生最大の損失だとお伝えいたしました。人類において最大の損失は何か。神を知らず、神から離れて生きること。今日ぜひ私たちはその神の愛を知り、神の愛のもとへ帰ってくるなら、あなたは救われる。皆さん、それは最大の祝福なのです。この世の中で成功し、ちやほやされ、力を持ち、お金があっても、イエス・キリストを知らない人は最も不幸な人です。最も貧しい人です。しかし、この地上で報われず、悲しみを経験し、辛さを経験したとしても、イエス・キリストを知っているならば最も豊かな人です。本日皆様にこのニュースを、この事実を知っていただきたいのです。神の一人子イエス・キリスト、この方が私たちを自由にし、私たちに力を与え、命を与え、元気を与えてください。皆さん、この救い主イエス・キリストが今日大久保に来ているのです。もうあと1分になりました。最後、お話をまとめたいと思います。皆さん、神様が一番喜ばれることって何だか知ってますか。神様が一番喜ばれること、それは神が使わされたイエス・キリストを信じること。皆さん、それが最高の技なのです。いや、神様を喜ばせる、そのために何かね、偉大なことをする、もちろんそれはそういうことがあってもいい、それは喜ばれることだろう。でも神が一番願ってるのはこれなんです。神が使わされたイエス・キリストを信じること。皆さん、それがね、神に対する最も大きな仕事であり、技であり、神が一番あなたに願っておられることです。皆さん、神の一人子イエス・キリストは、目に見えない霊である神を私たちに見せてくださるお方。今日イエス・キリストを見たら神がわかる。その神が私たちに、あなたを愛してるよ、
イエス・キリストを見たら神がどんな思いか分かる。イエス・キリストは十字架で死なれた、死んで墓に葬られた、3日目によみがえった。今日もしあなたがイエス・キリストを知るならば救われる。今日このグッドニュースをあなたにお知らせしたいと思います。神はその人を一人もキリストをくださったほどにあなたを愛している。私もあなたを愛しています。心からキリストの愛を受けて受け入れてくださることを皆様にお勧めします。皆さんにこのグッドニュースをお知らせし、本日の街頭演説終了したいと思います。神はあなたを愛しておられます。 God loves you. Yes, I mean. Yes, に対しぬさらんだ。 Jesus loves you. このメッセージを皆さんにお届けし、本日の街頭活動この辺りで終了いたします。イエス様があなたを愛してます。イエスキリスト信じて一緒に天国へ行きましょう。ありがとうございます。